皆さんこんにちは。今日はこの猫のために買った新しいベッドを紹介したいと思います。ことだね、もうしおちゃんが完全に最近ここがお気に入りで占領しております。今これタンスの上なんだけど、これだけポンと置いててね、めっちゃスタイリッシュでしょ。こんなボール型のペットベッドです。まあ猫の方が使いやすいと思うんだけど、ワンちゃんとかでもね、サイズ的には結構たっぷり大きめの丸なので、楽々猫ちゃんもワンちゃんも楽々入れるようなサイズとなってます。もうね、本当にしおちゃんが気に入っちゃって気に入っちゃって、誰にもこの場所を渡してくれません。最近ね、コショウも好きなんだけどね、一人入ってるとなかなか来れないので、もう他には定員オーバーでさら攻撃されております。コショウも入りたいのにね、仕方ないよね、入りたいんだから。そんなにね、怒られても困りますって感じです。ゴロ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 やっぱり、これ海外のね、通販サイトで買ったんだけどもね、なんかこういう人間用の椅子あるじゃないですか、それのまあ猫版って感じです。中はちょっとこういうフェルト生地なので、クッション性はまあそこまでないのかなとは思うんですが、まあこのようにねくつろいでおりますので、猫にぴったりみたいです。まあ、なんといってももう丸ドーム状なので、本当に体がねスポッと包み込まれて気持ちよさそうにいつも寝てますね。しちゃんよくこの辺でこうじゃれたりもするんだけど、なんだろう、こうえいってこうくるんとかやっても、もうどの体勢でもフィットしてる感じだよね。あら、優雅にペロペロしております。かっこいい。真っ白とグレーなので、まあ、インテリア的な感じでもすごいスタイリッシュに使えていいね。似合ってます。取り付けすごい簡単でした。ここの部分をねネジで3つポンポンポンって感じで付けるだけだったんで、なんかね取扱説明書が英語表記だったからね、ちゃんと組み立てられるかなと思ったんだけど、まあパーツが2つしかないので、まあ、簡単に5分もかからないで設置が完了しました。一応ここのフェルト、ね、こう取れるようにはなってるんですよ、こんな感じで。でね、ここにこうマジックテープが四隅にね4箇所ぐらいついてるので、まあ、これがずれたりっていうことも基本的にはなさそうです。おしゃれなんかちょっとしたこういうタンスですらおしゃれなものに見えるし、我が家ではワンちゃんもいるのでね、猫は高い場所好きです。まあ、犬からねこう、まあ、追いかけ回されてこういう逃げ場っていうかね、高い位置に設置してあげるとくつろげるスペースになるんではないでしょうか。見た目がマジかわいい。クシオちゃん今日は入れなくて残念だね。シオちゃんどいたら入ろうね。ちなみにこれ無理やり入れてみるとね嫌がるのよ。ほらほら、しおちゃんも嫌がってるし、こしょうもいや俺入れないの知ってるしって感じの顔をしてますねはい、ということで URL 概要欄に貼っとくので、よかったらチェックしてみてください。じゃあね、バイバーイ、バイバーイ。